役職をお選びください。選択しない場合、なんとか負け試合の中でも、なんとかプロセス大事にしていかないとね。あ、自由にやってください。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。今日は黒い人を釣りたいと思っていますね。怪しい、おかしい人ですね。釣るべきは SG 値ですね。SG 値の人はね、人外の可能性があるんで、やはり怪しい、変、おかしい。SG 値になっている人を釣った方がね、村の勝率は上がるんでね。村メンバーとしては当然ですね。SG の人を釣らないと勝つことできないですね。うん。村であってもおかしくて、黒を打たれたら分からなくなるような人っていますよね。そういう人を釣っていかないとね、ローに、とか強に黒を打たれて、村負けますからね。うん。SG1 を釣っていくのが人狼ゲームの基本ですね。はい。今日はね、しっかりと SG1 を釣っていきたいと思ってますね。怪しいおかしい黒い S1 の中に狼はたくさんいます。基本を私は守りたいと思っています。2番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。そうですね、ここ霊能村だったからね、テンプルで言ったらちょっと変わるかなとは思うんだけど、決め打ちたいのかな、その辺はよくわからなかったけど、うん、まあ SD1、 まあ違う言い方をしたら整理位置かな、うん、まあ一番理想的な黒を釣れたらいいけどね、うん、まあ2番目にはやっぱり整理位置、 SD 位置、うん、まあ SD 位置っていうのはつまりは白とも黒とも見えない黒、まあ説明してたね、ヒロちゃんがね、うん、で前の人の印象にみんなやっぱり全員に触れるのは無理だと思うから、まあ印象に残った人に対しては印象、うん、で2周目から白黒、理由をつけてあげてほしいと思ってる、うん、いやひろちゃんの意見は良かったなと思うよ、うん、SD1 釣る、うん、3番のプレイヤーが発言します。2番さんが1番さんを良かったって評価したのがちょっと残念かなって思いました。1番さんって黒い人を釣りたいって最初発言して、その後すぐに SG1 は人外の可能性がある SG1 を釣りたいって言って、まあ SG イコール黒で見るのかなって思ったら、なんか村であってもおかしくて黒を打たれたら無理な人がいるから SG1 釣っていくのが基本って話をしていて、最初の黒い人を釣りたい初日はっていうところは、何だったんだろうなっていうふうに思ったので、 SG1 を釣るのが人狼ゲームじゃないですか。話を聞いていて言ってることの違和感っていうか、発番から多くのプレイヤーは SG1 を釣って勝っていくじゃないですか。始まり方と、何番は何、発言ですね。たった一人だけこの世界に SG1 をちゃんと精査しろと言ったレジェンドクラスがいるとでも言うの？そんな人いるわけないでしょ。うん、発番の時代の流れを変えた男がいると。3番さんに全部言われてしまった。伝説がいると、うん、1番さんは黒い、いやそんな伝説なんかいるわけないでしょ。黒っぽい人を初日に釣りたいのか、ほとんどのプレイヤーは SG1 を釣りたいのか、はたまた霊能座に使用した時は霊能から釣りたいのかっていうのが全然わからなかったので、うん、何なんでしょうね。3番はなんか伝説クラスの男でもいるのかなぐらいには思ってました。 SG1 の精査を続けて、そこに印象がいいって言ったのは2番さんの流れを変えた男がいるっていう、ちょっと違和感を感じましたね。何を言ってるんだろうねって感じ。3番さんはそこを叩けたので、僕は100人中 99% がそうなんですから、 1,2,3 の中では村っぽいなという全然の男がいた思考にはありますけど、ね、私は知りませんよ。そんなもんかな。100まで出てないので、どうせ人気抜群の伝説の男は SG1 は精査すると言っていたのに、うん、
私は知りませんよ、そんな人。僕は基本的に2からプレイヤー、プレイしてますから。霊能から釣り切っちゃいます、ね。初2プレイヤーですよ。どんなに真というか、1番目でも占いを釣って、真占いかませるような。初プレイヤーですよ、私は。4番が黒いなと思ってますね。2番目でもグレーから。3、1番目でもグレーから。つむ らで役なったりバンバンするから、2、2番目で霊能釣り切りで。2番手、8目の発言の中で、霊能を決め打ちたいに1番3って言ってるけど、番目1番はそうじゃなくて、グレー釣りの盤面で SG1 を釣ってもいいって話だから、ね、2番が初手の段階で霊能を決め打ちたいの1番3って言った問いかけがおかしいと思って。え、何なんですか？今、の流れを変えたレジェンドが3番の評価良かったけど、1番と2番の使った時、明らか2番の方が発言おかしいから、なんだろ、4番が、こんな人は私知りませんよ。私はサーズ2プレイヤー見てるの、自己中心的に自分のためにプレイすれば、村は勝てると思った。ね、と思っただから4番で黒いな、3番に乗っかって、私が学んでいるのはサーズ2プレイヤーから自己中心的な気持ちです。なんじゃないかなと思ってる。なんか SG 以上の精査をし、チームプレイをすることが大事だという人。今正しい行動を取りなさい。発言を、発言も正しいところに自分を置きなさい。6番。こんなことを言ってるレジェンドクラスのプレイヤーがいるなんて、私は知りませんよ。ね、まあ、そんなプレイヤーいるんですか？一番で気になる、うん。そんなレジェンドクラスもいるんだね。発言の軽さとか。こんな人がもし人狼ゲームにいたら、ああ、ナンバーワンでしょうね。終わり方言ってることは美しいですね。チームプレイ。正しいところに自分を置きなさい。SG1 でも村と人外の精査をしなさい。こんなこと言ってる人がいるんですか、この世界に。まあ、こんなこと言ってる人がいたら。ナンバーワンでしょうね。基本的に2周目、うん。でも私の見てる人狼さんでそんなプレイヤーいませんからね。そこまで。SG1 すればいい。自己中心的なプレイすればいい。正しいところに身を置かないでも自分が正しいと思うことをすればいい。人に迷惑かけてもいい。そんなプレイヤーばっかりですけどね。この時点では、だから SG1 釣りましょうよ。4番の軸で1、2番釣ってどうするんだろうとか、1番って4番どうだったときって、7番のプレイヤーが発言します。はい、7番です。特殊能力が使えます、僕。はい、占い師です。三四郎把握よろしく。はい、占い近くです。おめでとうございます。これ以上ない村にとっていいこと、占い近く。はい、この村は、この、俺が引っ張っていく。そう、俺が占い師。任しとけ。5は4が黒いって言ってて、どうなんだろう。1、2、構図としては1、2と、3、4、5、6が意見分かれとるって感じなんかな。なるほど。5番の言うこともわかる。4番、霊の釣り切り。盤面に落ちてじゃない。8番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。7番三四郎、7番三四郎把握お願いします。7番、強靭なんで、まあ、強靭です。7四郎刺さってるんで。はい、7番が3番囲ったっていう線もあるかなって。俺はもう、1番は村置きしてるかなって思ってる。やっぱ SG1 を、釣らないと、村目線では負けるかなって思ってるから、単体でね、まあ、グレーな一応ね、釣って、そうです。例の2度見てもらってっていうところですね。あ、また俺もいらないし、村でいらない人たちをたくさん釣っていくんですよ。かなって思ってるし、このゲームはそういうゲームなんですよ。それに触れたっていう、まあ、こと。まあ、6番も、1、2に、まあ、2周目だって言ってるから、俺の中ではまだグレーは、ね、いるわけないでしょ。まあ、白っぽい方かなっていうのもあるけど、村と人生の精査をしろ。3番、4番がね、1、2、まあ、3番は1、2の言ってることに関して、チームプレー大事にしろ。自己主人的だったら、俺は、3、4いるわけないでしょ、このゲームに。つけてます。正しいところに身を置かなければ、人のおかしなところに気がつかない。そんなプレイヤーいないでしょ。はい、キム・レイノーです。レイノーです。87審議したら、僕は8番の方が新名あるかなと思いました。7番がなんかそもそも精査する気ないし、なんか、芯取る気ないなって思ってるし、僕は1番の言ってることは普通かなって、では、終始、完結、俺、一貫してると思いますよ。一番って黒い人を釣るって言った後に、なんか SG1 になってる人を釣るとそこがおかしいって言われてます。一番思考の中で、
SG1 になってる人の中に人外がいるっていう結論を落としてるから、人外がいるイコール別に黒だから、そこのは別に俺終始意見はなんか一緒だと思ってるから、なんか一を叩いてる人が僕は変だなって思いました、率直に。自己中心的なプレイヤー。まあ、5番が一番まっとうかなっていうぐらい、4番が1に対する言及は変かなっていう、1番はまあ、基本を守るって言ったから、そこを取るんだったら、4番の指摘は変かなっていうぐらい。ないんですよ。個人でやってるゲームなんですよ。なんか3番もなんか俺1に言ってるの変かなっていうぐらいだけど、はい、そんな感じで見てまーす。1番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。はい、そうですね。はい、そうですね。はい、ということでね、はい。ん？うちしろなんですね。はい。ということは、まあ、そうですね。4、5っていいのか。4、5、あ、違うな。7、9をするってやつですね。はい。まあ、今日グレーから行きましょう。うん。2、2番面はグレーから行くことが人狼ゲームのね、基本ですよ。ローが釣れるかもしれませんよ。4番、5番にいる。3番でもいいけどね。占い、あ、違う、7、3ないんだ。で、3、4、5でいいでしょ。3、4、5釣りですね。2、2番面の基本はグレーから行くことなんですよ。2、2番面で霊能じゃなくて、霊能の決め打ちをすればいいだけで、霊能に色を見てもらえばいいんですよ。3、4、5にいるグレーの中に狼いますから。だいたい7、9、神教でしょ。2、8が神道なんですから。つまり3、4、5に狼いるんですよ。私が村なんだから。基本としては狼を釣るんですよ。強靭するゲームではないんですよ。22番面はしっかりとグレーから行くんだ。うん。それが人狼殺の基本ですよ。基本が大事にですよ。3、4、5を釣りましょう。7、9に色を見てもらいましょう。3、4、5の中で怪しい人をね。基本に忠実にやっていけばこの人狼ゲーム勝てます。22番面はグレー釣りですよ。3、1もグレー釣りですよ。SG1 を釣るんですよ。そうすれば勝てるんです。2番のプレイヤーが発言します。うん、なんか6番さんっていういい位置から騎士さんが出てきてくれたなと思った。2番目もね、グレー釣りですよ、うん、他に何があるんですか。で、まあ、2番目で霊能にちゃんと進行を取らなきゃいけないという人がいる。最高の占いはどうで見てて、それが自分の精査のためなんだっていう人がいるらしいですけど、酔っ払ったよね。何がそうなんですか。強靭するゲームじゃないんですよ。2-1-2-2番目は騎士だしグレー釣りなんですよ。騎士が出てるからグレー釣ればいいんですよ。 50% の人外なんかどうでもいいんですよ。 33% でもね、ローを当てれば勝ちなんですよ。うん、ただ、テンプルで言ったら霊能から行くのが。絶対にね、私が殺数で学んだことはね、正しいはずなんですよ。多くのプレイヤーがそれをしているんだから。まだ分からないよ。うん、まあそこは。でもこの世界にね、そういうおかしなプレイヤー正す、先生のようなプレイヤーがいるらしいですよ。俺の先生的にはどうだろうね。うん、伝説の男らしいですけどね。っていうのはどんなプレイヤーいるわけないでしょう。うん、SG1 の村と人外、どうやって精査するんですか。チームプレイをする。このゲームは個人プレイですよ。っていうのも正しいところに身を置きましょう。そうすれば精査ができます。そこに隠れてる、何を言っているんですか。っていうのも行動を正しくしましょう。歯、うん、ですよ。このゲーム、発言精査で行動なんかどうでもいいんですよ。22番面はグレーから行きましょうって言ってるプレイヤーが多いのに、22番面は霊能から行くことが大事なんだって、はい、こんなところ言う人いるわけないでしょ。殺数のプレイヤーで。のプレイヤーが発言します。殺数というか殺数プレイヤーで。22はグレーですよ、グレー。占いは、グレー行きましょう、グレー。って思いました。理由は、まあ、一番さん村を消しているのは別に、ここは自分の意見だからいいとして、まあ、3と4が1、2に反対しているから、オーカイマークつけていると言いながら、6番さん白っぽいっていう発言があったからめちゃくちゃだなって思いましたので、8番さんめちゃくちゃだなって思ったので、発言から現状にせっぽいなと思ってます。6番さんは3の指摘良かったって評価しているからね、うん、3、4、5、6で3、4だけにフォーカス持っていて、7が僕に白を打った時に囲いがあるかなって視点を抑え、7が3囲ったとも思ってるって言ったから、うん、発言的におかしいですね。
で、霊能は9番さんが偽っぽいなって思いました。1番さんの保護が、なんか猛烈だったから、SGH に人外がいるって言ってたから、合ってるじゃんって言ってたけど、1番さんっていうのは黒い人釣りたいって言っておきながら、SGH の発言の後に、村であっても黒を撃たれたら無理な人がいるっていう SGH の説明を補完してるから、一応 SGH が村っていう思考もあったんですよ、一周目。そこを、容易的、なんかわざとなくないことにして一応保護してる。4番のプレイヤーが発言します。あ、なんか、基本を取るなら1は白っぽく見えるのではみたいな的なことを5番に言われたけど、1番っていうのは基本を取るって発言を残していると同時に、人狼ゲームの基本は SGH を釣ることっていう発言も残してるわけで、っていうことはその発言を取るのであれば、1番さんっていうのは霊能から釣り切るっていう基本を持ってないってことでしょ？なんで？なんで僕叩かれなかんの？うん。よくわからんかったな。っていうので5番、ちょっと、え、僕は人狼が好きましたね。4番何言ってんの？日本は2番目グレゼルでしょ。うーんで、記事出てんだから。そこに便乗して叩いてきたのが9番なんですよね。基本ってそれでしょ。え、なんか4番何？霊能から、霊能レジェンドクラスの人がいるとでも言うの？で、ちゃんと信仰を守ることが、初日の信仰を守ることが自分の精査につながるんだよと。7級が熱くそんな当たり前のことを、当たり前のことを熱く語ってるプレイヤーがいるとでも言うの、4番。7番に、こんなプレイヤーいるわけないでしょ。7番に対してわざわざこの人強靭ですって言って。2番目は記事らしい、グレーゼルですよ。2戦目じゃないですわ。そういうふうに決まってるからじゃなくて、正しい進行を取ることこそが初日に関しては、出方的に自分の精査につながるんだと、うん。そんな当たり前のことなんだけど、大事なことを熱く語るプレイヤーがいるとでも言うんですか、4番さん。まあ、序盤の位置だいるわけないでしょ、この世界に。まあ、そこも話をしたくらいですよ。現状占い師は2番の方が偽に見えてて、霊能なら9番の方が偽に見えてます。グレンなら5番ですね。はい。5番のプレイヤーが発言します。いや、さすがに4番人外確定だろ。7番の新要素何？ 7 番って精査してねえけど、占い師から霊能にすらして、7番って1、2と5、6が対抗の陣営だなってしか言ってないから、何の新要素を4番と3番ってどこから拾ってんのって俺思うし、あの2番って今日の段階2周目のスケールの中でいい位置から出たなって言ったけど、あのこの盤面でクソ弱くねえって思うけど、2番って何が喜ばしいことなのかなって俺は思ってんだね。対抗に好きに黒を打ち放題にさせる行動をあの6番が出ちゃったことによって成り得てるのに、2番って占い能力持ってないだろ多分。俺8進9進に9は決めるとかなと思ってるよ。もう9が人外ならもう勝たせてあげていいと思ってる。さすがに7番の考察がおかしすぎるから、あのだからその際の付け方を7番9番で、3、4が、そういう付け方を知ってるんだったらさすがにどっちかに人外がいるかなと思うから、俺は1番村端行こうかなと思ってる。1番が行った3番4番5番から詰めればいいんじゃないかって発言は、1番が強靭に見えてもおかしくない発言だったから、その発言を3番4番って結局取らないんでしょ。あ、だったらさすがに1番の白助して、1番が村で、7級が新教、7番強人、8神で、4番が2番に設定っていうのはするように見えるから、24ローロー7級じゃないかなと思う。俺は9番決めとうと思う。そのぐらいかな。7番からいきます。6番のプレイヤーが発言します。どうなんだろうね。1番がその発言をすると2番、1番っていうのもあるんじゃない？2番1番で7番9番の心境が見えているからこそ3、4、5にツイナーを使おうとしているっていうのもあるから、普通に霊媒からでいいと思ってるけど、7番があの出方をしたところで、8番が例えばどうとか偽で7番にしろって打つかなとかって思ったら、8番7番っていうのもあるのかなってちょっと思ったけど、取っただけね。で、ただ絶対ないペアって8番3番ってないのかなって思ってるから、7が3に打ってあの発言をして8番がわざわざ7番に打たないと思ってるから、なんか8番3番って見にくいなとは思ってますけど、まあ0倍からいけばいいんじゃないですか。1番がどうだった時って色透けてるからっていうので、5番はなぜ1番側の発言をしたところで強靭なんだろうと思ったけど
まあ、一番強靭だったら、まあ、いてもいけるのか、2ドワーフつけるから、わからなくもないけど、まあ、霊媒から行きましょうって思いましたけど、どっちか占い守りますね、新っぽい方。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。うわ、9番にやられたわ、これ。俺、霊能なんやけどさ。8番、俺に白刺すなよ。いや、俺、8神やと思うよ、これ。うん。8目線、俺、巨人でしょ。俺はもう、占い一角させるって言ったでしょ。1日目で。皆さん聞いてましたよね。で、俺が8が占い出てきたとき、2周目に、すらしたわけよ。で、2番の、遅い CEO。俺、2偽で見てるよ。完全に。ちょっと追加しますね。まあ、6、1角の騎士が言ってるんで、例のからでいいんですけど、絶対9からつって。ね、俺目線ね、9、強靭。うん。8番が、7、7しろって言った時に、7強靭でしょって言って、7つる気満々だったよね。ってことは、9番強靭だよね。9番強靭目線で、よし。なんだこいつ強靭に仕立て上げることができたってしめしめって絶対思っとるよね。うん。9釣ってもいいけど絶対今日9白出ると思う。うん。それだけは皆さんに落としておきます。で、グレーで行きたいんだったら4番はね、すごいいい考察落としてる。7が死んで、8死んで、29、2世。うん。4は俺、村弾きしたい。っていう感じですね。グレーなら、5がね、まあ5がね、8死んで追っとるのは良かったんだけど、例の俺を死んでおいてほしいって思ったかな。グレーなら3か5って感じ。以上。8番のプレイヤーが発言します。あ、6番に問うけど、例の釣り切りだったら、最終的に2番を釣って俺を死に決め打ってほしいって思ってます。はい。まあ、7、9釣り切ったとしても2釣れば、陣外2人は釣れるんで、まあ、7の発言切れて、まあ、7も、俺は、その占い師で出たから、強靭でも強靭だと思って、もう潜伏もせず出たけど、俺占い師がね、4箇所あるんですよ。4箇所ある。で、1は村弾きしたって、今、まあ、1周目言ったけど、それは SG1 ね、一番3目線だったら3、4、あ、4、5か。まあ3、4、5っていうことですよね。まあそこをしっかり見ていけばっていうところだから、俺との思考があったもんで、6番もそれを言ってたから、俺は、1番と6番を村弾きしたっていう発言、3番はそこを布団叩いてきてから3番は明らかにおかしい、それの5番が、3と8の、なんだろう同時円、うん、あそこが同時円ってことはありえないって言ってから5番も、言ってることはまっとうかなっていうふうに思っている。まあ、俺的には2番釣ってくれりゃ話は早いんだけど、例の、何、釣り切りで行くんであれば釣り切ってもらっても陣外1人釣れるんで、まあ、村はね、勝つ要素、まあ、勝つ確率が上がるっていうところかな。うん。まあ、騎士は俺守ってもらいたいと思ってます。はい。はい。俺は3番占います。3番占います。以上。9番。のプレイヤーが発言します。はい、2周目ですね。まあ、7番強靭かなと思ってまして、なんか7番の僕の許容数がわけわかんなくて、どういうこと、8が7に強靭だって言ったから、なんか強靭で出てきたか意味わかんない論展開してるて、なんか無理やり僕を狂気してくるんで、7番が強靭で俺を強靭に仕立て上げたいのかなって思ってますね。7番強靭かなと思ってます。8人審議に関しては8が真かなと思ってますね。なんか2番って僕精査ほぼなかったのと等しいと思ってるんですよね。僕1周目から8番のなんか視点と合うんですよ。まず5番がマット打ちだと思ってるし、っていうか、なんだろう、7番って、なんか1周目、なんかあれで布石打ってましたみたいな感じ出してるけど、なんかそれで死んで終えるんだったら、俺発言しない方がマシなんじゃないかなとか今若干思っちゃってるけど。あ、3番、4番って、結局殴ってきたとこをなんか陣外だって置いてるだけでしょ。生産になってないと思うけどな。ああ、8人審議だったら8が死んだと思っていて、7番強靭だと思っているから2が、なんかローメかなっていうぐらいかな。で、繋がる位置で言ったら、どうなんでしょうね。まあ、僕は5番が一番印象良くて、初心を述べた通り。
まあ、5が神宮やったら、なんか僕の神決めてたんって言えないでしょうって思考、まあ、すり寄ってんのかなってもあるけど、5番が発言ゲームだからこれ、まっとうかなっていうぐらい。なんか3、4は、わかんない。叩いてるとこなんか黒だって言ってるようにしか俺は見えない。ごめんだけど、俺は初週の1番の思考は、なんかまっとうだと思ってるから。しかも1番って今回、僕は基本を守るって言ったから、例の釣り切りがないのかなと思ったら、グレーから行くって言ってるのに、そんな違和感飛んでるのもおかしくない？はい、7番行ってください。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番、7番の遺言を発表してください。まあまあいいでしょう。6番騎士ね、9番なんて守らんでいいからね。だって8は7白よ。俺の色白しか出んからね。ああ。これで9が俺のこと黒って言ったら、皆さんどういうことかわかりますよね。はい。いや、まあまあまあ、そういう意味じゃ8は7白出しててよかったわ。9番も8死んで置いとるって言ってたからね。まさか黒出さないよね、あなた。はい、圧かけときます。8番の占い師ね、うん、3号でいいと思うよ。俺目線、9強の2、3、2、5。うん、この2本でいいんじゃないかな。はい、勝てるでしょう。はい。今日は騎士が噛まれんのかな。多分。うん。どうなんやろ、占い、噛まれんかな。噛まれたら、まあ、その相方すればいいけど。1名の方が亡くなりました。6、8番のプレイヤーが発言します。はい、3番占ったら白でした。2番釣りましょう。2番、2番がご黒だから2番は白、5番は白だね。4番かな、4番が人狼かな。7は白でしょう。7強。まあ、9番。まあ、9番。ああ、そっか。9番を、釣ったとしても、意味ないから、2番いってほしいです。2番。はい。3番は白でした。はい。5も白だよね。5はいけるよね、2に。2行ってください。はい。2行って、俺は4占います。はい。で、いっかな。9は、もしね、7が死んで落ちてたとしても9は強だと思うから、9はほっといていいかなって思うから、2釣って、そうですね。俺が4占えば話かな。まあ、それで勝てるんか。まあ、ローが2人残ってる。まあ、2つってらい。まあ、2は多分ローなんで、落ちると思います。はい。あとは相方1見つければいいんで、まあ、4か1ですね。はい。まあ、4の方が濃厚じゃないかなっていうふうに思います。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい。7番白です。7番強人で7番強人。あ、占いが進路です。これ確定ね、確定。7番のあれでまさか芯を失いないっすよね。てか、なんか、発言、まあいいや、これは。僕は8に審議したときは、僕は8番が悪いですけど、まあ芯だと思ってるんですよ。まあ2番の発言ないから視点行使がないのもあるけど、まあ、僕はごめんなさいけど5が1番村だと思っていて、2番が極黒っていうのも僕は5番が1番なんか村だと思ってるし、2、8単体審議したときも2番の方が偽だと思っているから、僕は8番が芯だと思っていて、2番がロー。
その場合って8番って三四郎でしょ。だから2四か2一かの精査になるが、僕は2四、まあ2一さ2四かなと思ってますね。まあ理由は2派生から見た時も初週ってなんか2番って1番に1の意見はなんか良かったって言ってるのが、ああ2一のあんま関係見えないかなっていうのもあるかな。うん。どっちかって言ったら僕はまあ4一単体した時も4番の方が変かなと思ってるんですよね。ああ。まあ、これはなんか話しても分かち合えないと思うけど、僕は初週のごめんだけど1番の意見がまっとうと思、まっとうだと思ってるし、かつ2週目の発言で、僕はでも2週目の1番はちょっと変かなと思ったんですよ。なんかグレーから行くとか意味わかんないこと言い出したんで。なんかそこに僕はなんか4番のなんか1への言及クソ甘いなと思ったから、まあ仮に2-4ローローだった場合は7強陣で1番の村が透けてるから1番に紹介書しに行ったのかなって、だから2番って1番のことを意見は良かったって言ったのかなっていう視点かな。はい、そんな感じで見てまーす。1番のプレイヤーが発言します。はいはい、2番いきます。はい、8番新、5番村、9番新、はい、9番に2番の色を見てもらいます。そして4番釣ります。もう私はもう心は決まったんで、2番釣ります。7番の、どこに芯があるんですか ?5 番の方がまっとうですよ。9番が芯に見えている。4番はおかしいですよ。7番の方が芯だと。9番が陣外だと。はい。はい。私はもう、2、4、ローロ、7、強陣で提出します。8、9、1、5で2票。あ、2番に行って4票で釣ります。そして次の日、4番と勝負します。まあ、5番と4番の精査したら、俺は5番が村にしか見えません。はい。私は基本通りに8人精査した瞬間に、やっぱり8番が死んでしかないと思います。2番釣ります。そして、最終日、4番いきます。2号のロロ囲いがあったら、きついな。けど、俺はもう基本2-4だと思ってます。はい。2号はさすがにおわんす。2番いって4番いきます。以上です。2番。のプレイヤーが発言します。いや俺白を知ってるんだけどさ、まず一般論で考えたレノはローラーだよね。うん、俺目線の話になったら、俺は黒見つけてるから俺は黒に行きたいんだけど、村目線はローラーだよね。まずそこはちょっと白っていうのを知ってるんだけど、ちゃんと考えてって思うけどね。うん、俺っていうのは結構4番さんを怪しんでたんだよね。まあ理由は言ったよね。3、4っていうのはほぼほぼ、まあ3番さんから俺らへの叩き、2、1へのまあ若干の叩きが始まって、4番さんがそれにほぼほぼ便乗してきたような形だから、4番さんっていうのはかなり怪しいんだ。だけどその後の5番さんの発言を聞いた時に、占いを、なんだ、あの潜伏占いを貼るのが遅いっていう雑なぐり、プラスアルファ、騎士がいいところから出てきた、うん、っていう俺の発言への殴り、うん、俺個人の考え方なんだけど、みんなはどう思ってるかわからないけど、正直6番さんって黒か SG だと思ってた。整理位置になりかねないな。そういうふうに思ってたから、いいところから出てきてくれたねと思う。うん。上位置にはなっちゃうよ。うん。だけど、グレー幅狭まるから。だから、いいところから。3番のプレイヤーが発言します。とても皆さんと合わないので、負けたかなって思ってます。防球ローで提出します。防球ロー。防球ロー。8強陣で提出します。絶対に9番さん釣ります。7の発言で芯を押しているのって今日入りました。で、まだ1番さん良かったって言ってます。自分の人を認めないで、ね。で、昨日なんて、山陽は殴ってるとこ行ってるだけでしょっていう発言がありましたが、殴ってるところ行ってるだけじゃないですね。正してあげたのにもかかわらず、そういう思考しかできない9番さんは、
偽でしかなくて、7神決め打っていいレベルなのにもかかわらず、9の申神を、3、4の後に5がすぐ申神して、7偽でしかないっていう発言をして、その理由が1周目精査してないから。おかしいでしょ。発言精査のゲームなのに。その1周目の7番さんの発言、2周目の霊能者としても聞かないで、しかも9番さんの発言を聞いて、なお1周目のね、休診で起きますって決め打つレベルっていう発言が5番さんからあったから、その位置で。はい。5、9、6、8が偽。100% だと思ってます。うん。正してあげたんで、殴ってないからね、僕。4番。プレイヤーが発言します。うん。まず、それ3番とめちゃくちゃ意見が合うんだよな。3のことはマジで知ろうと思うわ。9番に関しては1がマットだと思う理由を述べてほしいんだわ。僕たち3と4に関しては1が不当だった、1に対しての違和感っていうのはちゃんと言語化して伝えてるんだわ。で、3番がも言ってくれたけど、僕らが、殴られたところ黒って言ってるだけって発言に関しては、ただ僕もちゃんとそれに対して理由つけて黒だと思うっていう発言を述べてますよね。1に対して取った要素が、うんぬんかんぬんって話、ちゃんと言いましたよ。長くないで活躍しますけど。聞いててほしいな。9番の考察って、ただただ上っ面言ってるだけなんですよ。僕は白だ、この人は白っぽいと思います、この人は黒っぽいと思いますって、ただ言ってるだけなんですよ。理由がないんですよ。9番不正にせでしょ。8が死んでも2が死んでも僕は5番が黒軸と見てます。9がローでも。はい。8番っていうのがもう僕のことを偽視点で置いてるわけですから、2番っていうのが、2か5どっちか釣りましょうって流れになったときに、2番が釣られれば5は残るし、5番が釣られれば2新宿で置かれるし、どういうふうに置いても、どちらか生き残るようにゲームメイクされてるので、5は黒軸硬いと思いますね。はい。別にいいですよ。僕は8番のことを死んだと思ってるので。はい。2番釣りましょうか。はい。5番のプレイヤーが発言します。します。あなた視点で9番釣りじゃないの ?4 番は。あなた視点で9番釣りじゃないの ?8、強、5、9、ローローって見える世界線だと思うけどね。2番がそこが言及できてないのは2番の偽要素だよ。7番と9番を比較したときには俺は明らか7番がおかしかったと思うよ。それを言及しないんでしょう、だって。1番、2番、5番、6番が対抗陣営、3、4はどうしたって話じゃないの。それ8番がじゃあ偽で、8番が偽で7番に白を打つメリットもないし、2番の考察観点でおかしいのって、3番が4番の便乗してるから4番が臭い、5番って4番に指摘をしてるんだよね。だから4番っておかしいだろって。2番視点で5番がおかしくなる様子が、2番に対して不当な殴りをしてるから、それだけで俺を投票するの。7級審議で圧倒的に7番が人外なら7番投票するのは真の占い師でしょ。それを分からないんです、3番、4番って。だからそこは人外一だなってなるよ。俺もう1番は釣る気ないね。もう1番は真っ当なことしか言ってない。7番の新要素って何？ 7 番って9番を強靭でおいたけど、じゃあ8がご主人って分かった段階で、ね、わざわざ霊能使用する必要なくないか。だって8番が奈良城内なんだから、9番視点で9番教授の時、8のご主人が予定する番分、霊能使用する必要はない。それに7番の使用者は1ミリもないと思うから、俺は9が、9が人外だって勝たせてあげていいと思う。俺2番行って4番行くよ。はい。以上です。2番投票します。俺も2番行くよ。2番人外でしょ。さすがに今回勝つでしょ。さすがに今回勝つだろう。さすがに今回は勝つでしょ。5連敗とか食らわないよね、これ。2番が死んだったらもうしゃあないと思うで。ああ、俺2釣るよ。もう過去にないから、全然。大丈夫。俺村だから。まともな村2番釣るに決まってんだろ、もうどう考えても。追放されるプレイヤーは、2番、2番の遺言を発表してください。これは勝ったでしょ。4番釣り終わりでしょ。ああ、負けたわ。まさか本当に5、9ロールあんの、これ。7が。いや、そんなわけないよね。言うかよかったね、俺が。いや、俺目線の話だけど、黒行きたかったんだけど、村目線としては、霊能をローラってから、もう一日考えた方がいいんじゃないっていうことを言った方がよかったね。
それは俺のミスだった。うん、で、3、4に関しては、俺、白いなと思ってるんだけど、なんでかって言ったら、1、2に関して、ヘイト持ってって。3、4が白いと思ってる。いや、3、4、白でしょ。出現ね。2番出現したね。白いな、2ローね。はい、これ2ローね。黒だったら有利だと思ってる。だから3、4は村はじきなんだよ。うん。まあ4はちょっと。まあ、ヒロちゃんに関してはもう最初に4つって終わりでしょ。ね、まあ、もう笑っちゃったわ、もう。3、4が白ってどういうことよ。お黒なんでしょ、全人外だでしょ。3、4、1が白だで。流されたね。5番黒持ってないでしょ。残念だ。まあ、さすがに勝ったでしょ、このゲーム。夜が更けました。さすがに勝ったでしょう。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。はい、ニクロね、ニクロだから、まあ7番強靭、2番黒で2番1番か2番4番かって精査だけど、いや悪いけど俺4番にしかいかんよ。だって4番で言ってことは無茶苦茶だと思う。だって4番って3番と視点がなんかめっちゃ驚くこと一緒なんだよって言って、4番の結論ってなんだっけな、4番の結論ってあれでしょ、8番はだって2番って号泣ロール、あ、3番か、3番って号泣ロールを8強だと思ってるって言ってるんだよ。けど4番の視点って3番と驚くほど一緒って言ったのに、占い星座逆じゃないって僕は思っちゃったんですけど、まああと僕がまあなんかこれ多分3番が評価者されてるから、僕、ちゃんと理由述べてますよ。一番の言ってることって、初週ね、今日は黒い人を釣るって言った後に、SG になってる人を釣るって言った、多分そこがみんなおかしいって言ってますけど、SG になってる人がいる。で、この中に人外がいるって言ってますから、一番って。なんか、わかんない。三番はなんかその SG の前に、なんか村だと思ってもって、なんか言ってる人、なんか、僕になんか言ってきてますが、ごめん。正直よくわかってない、それが。だって結局村が残っても、だってあれじゃない？黒くなったら負けるんだから、結局だって1番って村が勝つための進行なんだから、それって一貫性ないって僕思っちゃったんだけど、多分これ3番と会話しても分かり合えないかなって思っちゃったんですよね。まあ僕は今日4番に行きますよ。はい。2番黒なんで、はい。1番のプレイヤーが発言します。はい。4番行きます。8番シン、7番強靭、2、4ロロ。はい。さすがに、これはもう2、5ロロが終わらないです。はい、9番シン、4番いきます。2番って、極黒なのに3番、4番は白いと思いますって。ありえないでしょ。2番の中で3番、4番って占うとも白でしょ。うん。それが言えないけど2番偽、8番シン。もうこんな精査なんてもう、8番強靭で追ってる方がどうかしてるわ。あわよくば9番に縄かけて2番を残したかったんでしょ ?4 番が。さすがに俺はもう5番いかないよ。9番にも。4番いきます。はい。終わらせます。2、4、ローロ。発進。7番強靭。うん。いや、2番も失言だよ。うん。やっぱり8番死んでしょ普通に考えて。うん、5番がマットでしかないよ。うん。だから、4番いきます。そうですね。まあ、3番も考え直したら、さすがに8死んでしょ。8番強靭、高級ロードじゃなくて2番ってもう出現してるで。3番、4番白いと思います。どういうことなんだって話で。極黒持ってたら、だって霊能2枚出てて1陣外。2番して8番が陣外。で、5番黒持ってたら、3番、4番、1番で白じゃん。3番、4番白だと思いますってありえないでしょ。もう遺言で。さすがに無理ある4番。うん、3番がミスリードしてるところに乗っかって、8番巨人5球ロロであわよくば2番を釣らないようにするとはいかないよ。うん、悪いけども絶対4番釣るから。うん、まあ占い先生当たっててよかったわ。4番いきます。はい。3番
のプレイヤーが発言します。いや、僕に真だと思ってるんで、9偽だとやっぱ思ってて、5、9、6で追ってますが、8番さん噛まれて、PP がなくなったんで、はい。よかったっすね。狼さん、狼さん、8番さん強人ですよ。合計番さん。9番さんいきます。そもそも、8番さんが、2を釣りましょう。9釣っても意味ないから2を釣りましょう。霊能ロラのはずなのに、いきなり2番さんにして向いたのが村一点じゃないしね。1番さんが、2番さんは3、4、白いって言ったのは失言だって言ってたけど、占い師の話で、3、4の、1、2評価は白っぽいと思って5番さんの発言を聞いて5ぐらいになったっていう理由を言っていただけだと思ったので、うん。で、9番さん、今日に関しては3は評価値されてるって言ったけど、僕8番さんに3白出されて、どちらかというと評価値のところを弾き返してる側の人なんですよ。やっぱ9番さんの発言ってもう1日目から間違えただけなんですよ。僕発言精度のゲームだと思ってるんで、そういうあべこべのことを言う人は人外で見ますので、うん。高級路8強人で変わらずですので、僕は9番さん行くので、皆さんが4番さん行くっていうのであれば、もう僕は負けると思ってます。普通に。もう一回、じゃあ最初の発言からすると、もう時間ないからいいや。はい、9行きます。4番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、なんで昨日2番行ったかって、まあ単純ですけど、8、9、1、5で絶対2番投票するでしょ？じゃあ僕と3番さんが、9番行ったって票集まんないじゃん。じゃあ2番入れるしょ。2番にすらって思ってるから。はい。8番かまんでしょ。偽なら。そう。3番に言いたいが。だって、ってことは、2番が真になるんでしょ？で、2番が5番に黒出してるんでしょ？ってことは、狼目線、8番は強人ってわかるじゃん。8噛まずに、1とか噛んでたら、よくね？そっちの方が楽になったくね？って思いましたけど。はぁ。わからん。ちょっと頭混乱してきたわ。まあ、急行っていただきたいですけどね。5番さんも飲めるんじゃないですか？また PP なくなったんで。どっちにしろ5番と1番は4番に行くんでしょ？発言精度しましょうや。4日目に。バチバチやり合うじゃないですか。5番。のプレイヤーが発言します。いや無理だね。4番がムラスケールに見えないから。4番って1番を押してないんでしょ。2が偽軸の時に1、2ってあるけど、それを追わないんでしょ。2号か8号の黒箱を追ってるんでしょ。2番5番のだったらもう無理だと思ってる。あの3番4番がムラだった時に、あの1番強人9番ローの世界線って自視点でも追えるよ。追えるけど、それよりもあの一番が言ってることが俺は真っ当すぎるし、あの申し訳ないけど4番起点であの2番ってめちゃ見えた。俺は4にいろいろめちゃ見えたし、あの4番が一番追う視点があってもいいのに、3番はそこを除外して4番から白評価を受けてるから4番が村じゃないかって視点って、じゃああなたどこを人外として置いてんのって話だし、1番の言ってる2番の指摘は真っ当だよ。だって2番って出現してるから、3番4番って隠し色だから、俺が黒見えてる段階で2番が新占い師だった時に、そこで2番投票しない人物が俺はおかしいと思うけど、3番の興味がないから、だから1番強人だから、初手の段階での1番の強人9番ローって世界線はあるけど、それよりもあのなんだろう、この段階で4番を処刑しなかった時に、なんだろう、3番って俺にしか来ないんでしょ。じゃあ俺は4番投票するしかないから3が村だって時に、俺は村で、
間違ってない考察を落としてるから、1強陣9番ローの世界線を追わない、2級ローローの世界線を追わないんだったら、俺はもう知らないって思ってますね。4番投票します。全プレイヤーの発言が終了し、私はただの石、私はただの石、うん、そうですね、私は、ね、人狼なんですよ。だからね、レジェンドじゃないんですよ、うん、三流の人狼なんですよ。だからね、言ったこと全部おかしいんですよ、一周目から。はい、ヒロちゃんじゃないんですよ。投票が終了しました。レジェンドの言葉じゃないんですよ。追放されるプレイヤーは人狼だからですよ。4番、あざっす。人狼陣営の勝利です。